花谷アトランタ総領事、花谷拓司は日本の外交官、参議院事務局国際部長を経て、中モロッコ特命全権大使、兵庫県出身、1977年立命館大学法学部、卒業、1979年外務省に入省した、1980年から1982年までアメリカに語学研修、外務省本省では、 中近東アフリカ局、北米局、国連局、経済局、総合外交政策局、経済協力局などに勤務。在外交換では、ジュネーブ軍縮代表部、パリ OECD 代表部、ベルギー大使館、タンザニア大使館、ケニア大使館、ブラジル大使館に勤務した。外務省総合外交政策局、国際社会協力部国連行政化専門機関。 行政室長、外務省経済局国際機構課長、ザイベルギー日本国大使館講師などを経て、2008年9月からアトランタ総領事。2012年3月退任。2012年4月参議院事務局国際部長。2014年4月1日、フィジーバルナツ中殺特命全権大使。同年5月16日、キリバスツバルナウル。中殺特命全権大使。 2017年4月、モロッコ大使は、現在の役職、花谷総領事着任挨拶、在アトランタ日本国総領事館、2014年3月30日閲覧、アクシスアトランタエープリル2 0 1 2 2 5ページ、在アトランタ日本国総領事館花谷総領事、フェアウェル、パーティーマーチ15、2012、 アクシスアトランタ2014年3月30日閲覧ミャンマー大使に樋口氏を起用日本経済新聞2014年4月1日ありがとうございます